第62次南極地域観測協力行動は、2019年から流行した新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、例年と大きく異なり、オーストラリアでの入国ができなくなったことに伴う、日本と南極の間を無寄港無補給で実施するという、海上自衛隊が南極地域観測事業の支援を開始した昭和40年以降初めてとなる行動になりました。このため帰国までの燃料などが足らなくなった場合に備え、国内での訓練で補給艦マシューと初の洋上補給訓練を行うなど、不測の事態にも備えた準備を実施。また例年はオーストラリアで補給する食料なども横須賀のみでの搭載となりました。令和2年11月6日海上自衛隊横須賀基地での出国行事は、新型コロナウイルスの感染防止のため乗員家族などの出席が見送られ、例年より小規模となる中、統合幕僚長代理の訓示、海上幕僚長の走行の辞、上地横須賀市長からの激励を受けました。関係者が見守る中、竹内艦長以下乗員約180名を乗せたしらせは横須賀港を後にし、第62次南極地域観測協力行動に出発しました。しらせ乗員は横須賀沖でコロナ感染対策のため約2週間の洋上隔離を実施。11月20日同じく陸上で隔離を実施した第62次観測隊員44名が乗艦した後、横須賀沖を離れ昭和基地に向け進路を取りました。しらせは日本を離れた後、12月10日南極圏の南緯55度を通過し、12日南極大陸沖に広がる流氷域に侵入、14日昭和基地沖のリュツホルム湾の定着氷域に侵入、21日昭和基地沖に接岸しました。昭和基地及び基地周辺では物資の輸送、基地設営支援などを約1ヶ月ほど行った後、1月19日離岸、海洋観測支援を実施しつつ北上、23日には氷海を離脱し、令和3年2月22日日本に帰国しました。しらせは日本を離れた約半月後、赤道を通過し南半球のインド洋に入り、順調に航海を続けます。順調に航行するしらせは暴風圏に突入、発達した低気圧を避けながら南極大陸に向けて南下しているものの、時折大きな船体が揺れます。12月10日南緯55度を通過し南極圏に入りました。氷海への侵入に先駆け、観測隊員としらせ乗員は物資の輸送計画や観測支援などについて調整を実施しました。12月12日初氷山を視認、南極に近づいていることを感じます。しらせは南極大陸沿岸から約300キロ沖リュツホルム湾の流氷域に侵入、昭和基地から約45キロまで広がった厚い氷の定着氷域を砕氷航行をしながら昭和基地を目指します。初氷山を視認した同日に昭和基地のあるリュツホルム湾流氷域に侵入しました。しらせは厚い氷を押し分けて進みます。しらせは厚さ 1.5 メートルの氷を時速5キロメートルで連続して割って進む能力があります。12月13日に流氷域を離脱し、翌日には一時的に氷のない海域を航行した後、定着氷域に侵入しました。まもなく始まるしらせ搭載の CH-101 ヘリコプターによる航空輸送に備えて、ローダーブレードの取り付け作業が始まり、ヘリコプターを飛行可能な状態へと整備します。
12月19日、昭和基地への最初の輸送である航空輸送第1便が実施され、人員および物資を搭載し、CH-101 ヘリコプターがしらせを発艦します。第1便が到着すると、第61次南極観測隊の越冬隊に出迎えられ、竹内艦長は越冬隊の労をねぎらうとともに、久しぶりの再会を喜びました。人員輸送に引き続き、新鮮な食料や各種観測に必要な物資をフォークリフトを使用して、ヘリコプターに手際よく次々と積み込んでいきます。乗員同士が笛と手先信号を使って安全に搭載作業を進め、ヘリコプターはしらせを発艦します。しらせは昭和基地沖を目指します。場所によっては厚い氷や氷の上に積もった雪が砕氷航行の効率を低下させ、なかなか前進できません。そこでラミングという方法が取られます。まず船を約300メートルほど後退させます。そして3万馬力のエンジンで勢いをつけて前進し、艦首部分を氷に乗り上げさせ、船の重みで氷を割ります。これを何度も根気強く繰り返し前進します。日本を出てから32日目の12月21日、しらせは昭和基地の沖合約350メートルの定着氷に接岸を果たしました。昭和基地沖に到着すると、氷の厚さなどを調べる氷上調査を行い、輸送に十分な氷の厚さがあることを確認します。しらせから昭和基地の燃料貯蔵タンクへ越冬に必要な燃料を送り込むため、約 1km の燃料パイプを接続します。氷上輸送が始まりました。南極はこの時期、夜でも太陽が沈まない白夜が続きます。重量のある大型物資は安全を考慮し、気温が下がり雪面が安定する夜間に行います。日本から運んできた雪上車やトラックなどの車両が次々と氷上に降ろされ輸送されます。引き続き貨物コンテナが大型クレーンにより降ろされ、受け取りに来た雪上車に牽引され昭和基地に運ばれました。観測隊が行う野外観測を支援するため、昭和基地から離れた観測地点に人員や機材を空輸します。昭和基地からの持ち帰り物資の搭載が始まりました。昭和基地で動かなくなったり整備が必要となった車両、貨物コンテナなどが雪上車に牽引され、次々としらせに積み込まれます。令和3年の元旦を迎えました。しらせ艦上では承認伝達や艦長による年頭訓示が行われました。本格空輸が始まりました。越冬生活に必要な物資が次々と機内に運び込まれ、昭和基地へ空輸されます。物資輸送の傍ら、艦内では袋の航海に備え、ディーゼルエンジンや電子機器などの点検整備が機関会員総出で行われます。昭和基地から持ち帰り物資の空輸が始まりました。航空輸送をする物資は主に生活廃棄物など多岐にわたり、スチールコンテナや
空のボンベなどの小型のものであり、次々とヘリコプターに搭載されます。しらせに持ち帰ってきた物資は艦内の倉庫に収納されます。輸送作業と並行して基地設営支援のため、しらせ乗員を昭和基地に派出しました。昭和基地ではしらせ乗員による建築、土木などの作業支援が行われています。昭和基地がある東オングル島です。昭和基地では日夜さまざまな観測が行われています。オーロラ観測、大気観測など学術的に世界中から注目される重要な観測基地となっています。上空から見た南極の景色です。その壮大さは見るものを圧倒します。また南極の大自然に生きる動物たちは愛嬌にあふれ、乗員の心を和ませてくれます。1月18日、南極観測隊の越冬交代式が行われました。これから南極で越冬を行う62次隊にエールを送りました。1月19日、昭和基地最終便となる航空輸送で全ての隊員が帰還したところで、しらせは昭和基地沖を離岸しました。ユッツホルム湾を砕氷航行しながら袋の海洋観測支援が始まりました。さまざまな観測機材を海中に投入し観測を行うことにより、地球環境の変化を読み取る研究に役立っています。袋でもラミングなどの砕氷航行をしながら1月22日リュツホルム湾定着氷域を離脱、翌日には流氷域も離脱、南極地域での氷との戦いは終わり、しらせは家族や大切な人の待つ日本に向け帰国の途に着きました。入港を前にして飛行甲板では苦楽を共にした観測隊員に対し見送り行事が行われました。令和3年2月22日、無寄港無補給での南極行動からしらせは海上自衛隊横須賀基地に入港しました。飛行甲板で行われた帰国行事で中山防衛副大臣の訓示などを受けました。第62次南極地域観測協力行動は新型コロナウイルス感染予防の影響で、前回の帰国時から徹底した感染防止に努めて出国し、日本と南極間を無寄港無補給での往復、例年より短縮された昭和基地での輸送任務、基地設営支援など過去に前例のない行動となりましたが、乗員が一丸となって全ての任務を無事完遂し、南極観測の歴史にまた新たな1ページが加わりました。